安部キャプテンです。こんばんは。お疲れ様でした。お疲れ様です。台湾5日間終わりましたが、この5日間振り返ってみて、はい、まあ簡単にまとめられないかもしれないけど、コメントをお願いします。そうですね。まあ5日間、まず初日で結構ばらけてしまって、まあギリギリそこにまあ残れてたんですけど、まあその後からまあ。どんどん徐々に順位を上げていこうっていうふうに、まあ、しながらチームで走ってるんですけど、はい、まあ、なかなか上げられず、まあ、今日一つ上がったのかな、うん、まあ、なんでまあ明日もまた山が途中にあって、まあ、後半アップダウンで、まあ、去年も走ってるしその前も走ってるんで、まあ、そこで最後まあ少人数っていうか、まあ、なった時に前に乗れるようにしていくこうかなとは思ってるんで、まあ、最後クリテはもう一か八かみたいなところなんでまあ明日最後攻めてみて、はいはい、できればいいかなと、初の遠征ランカーウィーからずっと続いてるんですけど、疲れの方は大丈夫ですか？そうっすね、まあ、若干、まあ、上りはきつかったんですけど今日も、まあ、でもまあ、でも周りもまあきついのかなっていうのもあるんで、うん、まあ明日、まあ、までに赤星マッサーに回復させてもらって、はいはい、これからマッサージですか？はい、はい、分かりました。あとはチームの雰囲気としてはどうですか？そうですね、いい感じで、まあ、悪くはないんでいつも明るいし、はい、そうですね確かに分かりました。じゃあちょっとあの明日明後日2日間、ここはまあここは台北でいいんですか？わかんないですけど、まあ、バンシャオっていうところです。あ、バンシャオ、板橋ね。はい、バンシャオですね。はい、わかりました。じゃあ後ろ、はい、車いっぱい通ってますけど、明日また頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。